岐阜県関市の刃物メーカー日建刃物。事務仕事やキッチンで使えるハサミやペーパーナイフを製造しています。最近ではギターの形をしたユニークなハサミやペン立てと一緒になった可愛らしいハサミなど、デザイン性と品質を追求した刃物を開発しているんですが、そんな刃物メーカーから先月発売されたのが、徳川家康の愛刀。徳川家康の刀。徳川家の家紋である葵もあしらわれていますが、なんだか小さすぎませんか？手のひらサイズ。家康モチーフの日本刀のハサミを作りました。そう、実はこれ徳川家康が愛用していた刀を模したハサミ。本体の反り返りや刃文も日本刀に寄せているんですが、ハサミだとしてもさすがに小さすぎる気が、ちょっとしたあの糸のほつれとか、あとお菓子の袋を切りたいときに、化粧ポーチだったりカバンの中に入れて外出先で使っていただくっていう商品になりますね。さらにグレードアップバージョンもあるんです。福井県鯖江市の漆を塗ってもらって、関の刃物だけではなくて、あの福井県鯖江市とコラボした商品になりますね。1500年の歴史があり、国の伝統工芸品にも指定されている福井県鯖江市の越前漆器とコラボしたこちらの商品、超高級。刀の鞘に見立てたハサミのケースや、柄に見立てた持ち手に越前漆器の技法が用いられています。ハサミ本体は徳川家康が愛用したとされる日本刀ソハヤの剣をモチーフにしていて、すごいな、これ聞くだけで本当に見た目はまさに本格的な日本刀そのもの。霧の箱に入っているためプレゼントにもぴったりです。かなりスムーズに切れるので、切れ味もちろん抜群です。お守り型なハサミ徳川家康モデルは1870円、日本刀ハサミ徳川家康切箱入りモデルは14300円で販売中です。